定築版戦友の遺骨を抱いては、1942年に作られた軍歌、作詞、辻原稔、作曲、松井隆史作り。2種類の旋律を4社が共作でレコード化した。1942年2月16日、マレー作戦に従軍していた、辻原実は、自分が読んだ75条の歌詞を記した手帳を、前日の山下。 パーシバル会見の取材のためジョホールバルに来ていた、マレー軍宣伝班に託し、ものになったら何とかしてもらえんでしょうかと依頼した。宣伝班の長谷美沙夫は、暗い歌詞だが、言うことだけは、イヤーに本当のことを言っていて迫力がある。75兆だから曲付けは優しいだろうと考えて、人中新聞の編集部に、建設戦市場での歌曲の募集を依頼した。しかし適当な曲が集まらなかったため、 海軍軍楽隊に曲付けを依頼することになり、A と B の二つの曲案を受け取った。宣伝班では、曲 A を採用し、建設戦で発表したところ、たちまち全軍に広がり、内地でも歌われているのが分かった。曲 B は海軍軍楽隊に変換したが、この曲も後に、定築のレコードとして発表された。シンガポール入場の折、戦死した戦友を悼みつつ、 彼の遺品の国旗を山の上に立てるという内容である。イブセは長屋みさのこととして一家のように記している。病院の兵隊に一番受けるのは、暁に祈ると遺骨を抱いての二つである。マレー人やユーラシア人の歌手が、ああ堂々の輸送船、遥かに拝む宮城のというところを歌っていくと兵隊は涙ぐんでくる。ああ大きみの恩ためにのところに来ると、 日本軍隊では歌う兵隊が直立不動の姿勢を取るから、マレージニア、ユーラシアンの女の歌手もその通りにして歌う。するとすごい拍手が湧き起こる。シンガポール攻略戦で負傷した兵隊は遺骨を抱いて歌うとき、まだ進撃はこれからだ、というところに来ると、わっと泣き伏してしまうのがある。一番よく泣かせる歌と言った方がいいかもしれぬ。 日本軍がシンガポールを陥落させさえすれば戦争は終わると思い込んでいた兵が多かったからだろう。罪なことをしたものだ。まだ進撃はこれからだというところに恨めしさがこもっている。レコードは軍学隊でのコンクールで自責となった新軍長の作品がコロンビアと定築から発売され、松井作品は1年近く遅れてビクターとポリドールから発売された。はじめは 低畜生児太郎の番がリードしたが、選曲の推移とともに、愛鳥の帯田、ポリドール石井亀次郎の番に人気が集中。現在歌われるのは、こちらが主流となっている。幸せの宮に立つ下避長崎の病院の入院患者が、この歌を上手に歌っていたことから、原作者ではないか、と噂になり、当人が曲と歌を書いておいた手帳を落としてしまい、その手帳を誰かが拾って、 皆に歌われるようになったと説明したことが日本テレビで紹介された。これを知った長谷美佐夫は戦後になって本当の原作者を探し歩き、伊勢松坂で辻原美元軍曹を訪ね当てて作詞の経緯を確認した後作曲家を探すことにした。長谷は曲は暗さが先に立つため東北出身ではないかという当てずいりで東北各地を探し歩き、 探し始めてから8から9年目にセレタ軍校に駐屯していた海軍軍学隊員のうち作曲の任に当たった松井隆史つくじという秋田県横手町の元一等兵装を探し出した。ありがとうございます。